されている方がいいですよね。自民党内では神奈総裁が菅総理大臣が設定した条件に拘束される理由はない、遠からず成立すると思うと述べたと続き、昨日石原幹事長も推薦した上で成立を図るべきだという案内を示しました。